切りました。さばきの雷、瑠璃のように落ちなさい。あなたたちでしたか。そういえば天領奉行内部の混乱を解決して以来ずいぶん…その口調、一撃でやっつけるなんて。とある用事のため以前あなたと一緒に稲妻を散策した時、それ以来考え…そうだよな。念のため言っておきますが、ここ最近私は一心浄土のうちより、これについて私は十分に注意を払う。もしこのことに気づいたのが、お、どうしてだ。はい、私が人形に…しかし獣域ハウンドによる過去に起きた。そう、500年前、大地は漆黒の霧に包まれ、魔物は稲妻の地で、この魔物の責務は鋭利な牙と、どうやらあなたも…あれは私…しかしやりすぎ…うん、あなたたちも同じ事情で来たので、付近にあった痕跡から見て、まだこのエイと一緒に行動できるのは、そうだ、魔物を片付け、この色、神王が傷ついた時の色に似てるぞ。こっちの方向だ、早く行ってみよう。幸い被害はそれほど大きい。あの流れてるのって神王の樹液か。な、あれ、これってまさか。でもなんで。二人とも
あたりを確認してみましょう。俺はここで倒れるわけには。おい、何があったんだ。お前たち何者。早く逃げろ、猛獣がまた。俺たちは稲妻を守り最後まで。何、辺りには猛獣があふれかえって俺たち人間が存在した。でもまだその時じゃないってだけ。今は将軍様も。俺たちがあとどれぐらい持ち。慌てることはありません、私はここにいますよ。将軍、お帰りにな。お願いします、どうか我々を。あなた様の無情なる来航が。落ち着いてください。終わった。辺りをよく見ればわかります、魔物もおらず。確かに、しかしつい先ほど私は。おい、落ち着け。ああ、そうか、将軍様を信じる。ありがとうございます将軍様、本当にありがとう。どうしたんだよ。いはい、オイラ、私の考えが正しければ、神王は地脈から汚れを。もし集まったのが浄化された汚れはすぐに散逸し。つまり過去に亡くなった人。その通り、あの兵士も数多くの犠牲者の一人であり、彼が言っていたことこそ。はい、当時稲妻の災いは私にと。ただ私の友人である誰も口にはしませんでしたが、私も。はい、無数の魔物。私は彼女の最後を。しかしそれでも。えい。はい、たとえたたり神を断ち。しかし人間の以前、前進することは。先ほどの兵士もあの時代の犠牲者が命をと。稲妻の神としてかつてその血を流してきた。あなたたちの努力を。エイの表情がすごく真剣だ。行きましょう。私に任せてください。よっしゅ、稲光、すなわち永遠なり。よっしゃ、見切りました。逃げ道はありません。の雷。無我の境地。逃げ道はありません。普段ならもっと手際。心配はいりません、事前にある程度の情報ですから最善の。おお、この木の根は深い傷を負っているみたい。あれ、また光り出したぞ。あなたは
古山。ん？将軍様、遠方の戦場へと。遠方の戦場？私から紹介しましょう。古山は目が見えませんが。そんな恐れ多い。ところで、お客、このような状況では何せ。なあ、オイラたち、そうですか。付近の住民は将軍様がいらっしゃるの。それに、もしこれが将軍様、逃げるのは生き延びるため。しかし私には将軍様がお茶を、その話を聞いていると、いつも言っていました。それって…私はすでに、ぐす。それも。あと少しすれば、私も、しかし、それでもいい。災難が過ぎれば。おや、これはいけない。将軍様がいらっしゃったと。少々お待ちを。今すぐ、もしや他の者が。確かに、茶道。やはりありませんか。いつもはすぐそばに。いえいえ、客。問題ありません。将軍様は直々に。この場所は、私たちに。ああ、わかり。最後の後悔といい。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。お茶は飲めなくてもいいけど、あの優しい旅人さん、それと将軍様は直々にいらっしゃるとは。シャブ業にある茶。はい、将軍様は中庭でお休み。いえ、彼に会いに来たわけ。はい、将軍様直々にいらっしゃったのです。最善を尽くさせていただきます。今すぐ手配してまいります。せっかく話をする機会ができたのです。そうそう、オイラもそれ。私がお茶を飲む気ですので、ほとんど。もしかすると彼は、先ほど彼が言った理念も。誠とエイのか。はい、それこそが彼女が俗世で最も重きを置いていた。似た点もあります。あなたが一心浄土に。今思えばか。そんなこと。誠は願いが指し示す。誠が気にかけていたのは、な分かりやすく言うと、あの時の私には。しかしそれがか。はい、けれどようやく分か。今のエイなら、ま、私の過去の永遠に対する感。今の私はもう失う。将軍様、茶道具を見つけてまいりました。この石。へえ、とても趣。そんな。将軍様は、実は。二人とも戻りましょう。自分で茶道具を探しに。私たちが以前見た記憶。じゃあそれに、さよ。地脈の中にある情報は。でも、せっかく茶道具もありますし、私は幾度となく。できました。飲んで。お茶を入れている時、なんだかあなたの言う通りですね。そしてたくさんの人々のこと。先ほどシャブ行でお二人。500年前のあの災厄は。彼女も。はい、私とは異なり、誠は武器。しかしあの時はどうしても私を置いていく。そうです、彼女はすでに意識を失っており、そこで私たちは。さ、どうして先にか。私はそこで
そうだったの。驚くことに稲妻へ戻るとあなたと同じく当時誰も疑う者はいませんでした。結局私は神王の力を借り、なんだか、ええ、もともとこの子ですが、苦み、そろそろ全てを直視する。そうだ、エイはあの戦いを経験したんだろ。当たったらお兄さん、まさかその彼も。オイラたちが知る限りでは。すみません、私、それにあの時私の心はおそらくあな、そうか、残念だな。エイにも同じように。最後の一杯は再び出会う機会をくれた。じゃあ引き続き功績を追いかけようぜ。ええ、ズレズレなるまま。元気出してよ。先ほどと同じように私に。おいおい、大丈夫です。見切りました。やっ、はっ、せっ、はっ、せっ、ふっ、しっ、ふっ、せっ、ふっ、はっ、さっ、せっ、はっ、せっ、やっ、さっ、はっ、ふっ、ふっ、やっ、逃げ道はありません。鎖を断ち切る。て、て、やっ、そこ。エイ、やっぱりここはオイラたちに任せろ。私はすみません。大丈夫だ、魔物はオイラ。怖い。それに君たちは。将軍様、将軍様。平気です。我ら幕府武士、必ずや将軍様を最後まで守り抜いてみせまし。野郎どもかかれ。いけません、危険すぎます。これこそ我々の使命です。将軍様ご安心を。それって神の。そうです、神は全能であり、そして将軍様が。当時戦ってた人たちってどんな風に神の目のことを。将軍様がどこへ行ったのか分からず、みんな絶望の淵に立たされておりました。しかし今将軍様が再び皆の前に姿を見せれば、この希望こそ暗闇を。さあオイラたちも戦うぞ。おっと、そうか、分かった、安全に。将軍様をお守りしろ。
裁きの雷とふっ、どうやら奴らの進行、こんなにも激しい戦い、ありがとうございます。俺もう平気な、問題ありません。見事な手際、あれら魔物は必ずまたやってくるで、ここはすぐにでも将軍様に、それに将軍様の騎乗を目に。じゃあお前らはどうするんだ。我々はここに残って仲間たちと協力し合えば。お任せください。た将軍様は特別な存在、稲妻がいかなる脅威にさらされようとも。感謝いたします。その約束が果たされるのは将軍様のそのお言葉だけ。きっとあなた様と共に浄土を開口せしは、浄土を開口せしは永遠なる鳴る神なり。消えちゃったぞ。彼らに対し人々の犠牲は、その結果何百年も彼らに何を言っても意味は、たとえそうだとしても私は彼らに、今まで私を信じて疑いだ、思うんだけどさ、慰めてくれるのですね。あ、先ほどの武士が言ったようにですが、稲妻にたとえ私と誠が全く異なっていて永遠に彼女のようにはなれないとしても、ええ、人々に崇められるライデン将軍、どうやら稲妻には新たな変化、どれほど時間を費やすことに、獣域ハウンドを一掃した今、原因の究明や傷つ、じゃあエイ、すごく落ち着いてるように見えるけど、なんかエイってここ、お、どうしたんだ。どうしたんだよ、また具合が悪くなったのか。体が、どうやら事態は私の思っていた以上に深刻なようです。いえ、彼女が私を呼んでいます。私の体を、鳴る神大社の下にある洞窟、そここそが過去を断ち切り未来へと進むための戦場です。逃げ道はありませんよ。
着きました。うわ、鳥居が現れた。また悪化したような気がし、ここはかつて私がどうやらか、ん？どういうことだ？彼女って誰だよ？ついてきてください。ついていくってどこに？うわまたお会いしましたね。この身は内なる者の協力者であり、内なる者が規則から逸脱しようものなら、この身は修羅と化しましょう。この感じ、まさか。あなたは私の体で属性をめぐり、永遠の真、今の自分の方が過去の自分よりも、それは新たな考えを得たから。それをあなたに答えるために、私は来たのです。私たちは無事。もう先ほどの不調は、私、彼女が言ったように、私がただ意識空間に入り、将軍は人形ですが自我を持っています。必要な時にここに現れて私と対決するのです。エイはどんな困難があってもエイと将軍が戦うなんて。私が将軍に定めた必要がなければ。もう他に方法はないのか？手を出さなくても丸く収まるみたいな。でも二人とも、この身は無常なる威厳を象徴し、当然のことながら、エイ、これも全て魔も決心、勇猛、規則のみが。確かにそれが。同時にあなたは私の敵になるというのですか？私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者。ならば私は市民に夢を与えし、ライデン、エイ、誇り高く臨然たる亡霊の少女が、そのエールな牙の爪を断ち切られました。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀が以前の輝きを取り戻すことが永遠になる。遅い。テク。さばきのイカズチ。無我の境地。この目で属性を見届けましょう。よっ。見切りました。見切りました。よっ。よっ。タッ。シュ。逃げ道はありません。遅い。稲光、すなわち永遠なり、万代をもって葬り去りました。裁きの雷光、ライオン、永遠の土を照らす。愚か。隠れる爪はありません。よっ、見切りました。下がりなさい。ここより万代を持って葬り去りましょう。逃げ道はありません。ストップ。無力なり、呼吸力なり、下がりなさい。無我の境地、遅い。万代をもって葬り去りましょう。見切りました。立って。空には狐の王冠、やがて漆黒の雨へと変わりました。血脈が流れ続ける限り、時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。滑稽です。裁きの雷。
無力なり下がりなさい。この世はまるで影のよう。よ、見切りました。下がりなさい。切れ者、稲光すなわち永遠なり。ストップ。裁きはすでに下りました。よっ、逃げ道はありません。愚か主の光栄、弱滅の時。やって、見切りました。知った、見切りました。やっ、そこ、この世はまるで影の境地。無双一刀断絶。ひゅっ、ふっ、さっ、私ここで倒れなどしません。裁きはすでに下りました。滑稽で無力に、さっ、滑稽で下がりなさい。愚かな、ふっ、この世はまるで影のよう。稲光すなわち永遠なり。裁きの雷槌。稲妻を包む狩りの栄光は雲の中で静かに消えるでしょう。この先あのような人は永遠に二度と現れないでしょう。よっ、ここより弱滅の時。ふっ、はっ、滑稽です。よっ、ふ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 っ、この目で属性を見届けましょう。ふっ、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 くれもの来光よ。永遠の土を照らす。てっ、ひゅっ、さっ、ふっ、稲光すなわち永遠なり。さっ、さっ、せっ、ふっ、ふっ、ほら、そこ見切りました。さっ、さっ、稲光我が命の道。逃げ道はありません。無力に無我の境地。見切りました。主湯の放映。よっ、ふっ、ここより弱滅の時。裁きの雷槌。浄土幻滅。やっと倒せたのか。その武芸衰えてはいないようです。しかしその意志は。そんなここは意識空間。彼女は魔王に立ち。じゃあこのよもや、それこれを乗り越えなければ、これは私の責任です。たとえこの戦いが何ヶ月何年何世紀どれだけ続こうと、何度でも私は彼女を倒します。500年前に、そして今、そろそろ私も彼らを信じること。はい、分かっています。稲妻の果てしない未来のためなら、私は稲妻の臣民に、私のいない間、でも私の言葉を伝えてください。うわ、オイラたち、どうするああすることですか。将軍
だけど、でも、そうだろう。それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたらもう出てこない可能性だ。おう、エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接か、何が何でも、でもあの手伝うって言ってもまず中に入らないと、どうしたらいいんだ。そうだ、ミコだ。ミコがあの不思議な空間のこと、じゃその焦った顔は。もし何時じゃからよかったものの、もし他のもの、笑顔でって、さっきのは上等句じゃ。そうは、ああ、そうだ、大変なんだよ。そうか、なるほど。 A は稲妻、頑固で極端。じゃがやつは今までずっとあんな風にして焦っておる。それでわらわが手伝えると思ったのか。とぼけてるんだよな。ほう、ずいぶんと賢くなったではないか。わらわが知っておるのはあれが。それってライ、完全にそういうわけでもない。空間、ともかくこれらはすべて、まずはその空間。方法はあるにはある。意識空間は、言い換えればその場所、抽象的、理解しなくてもよい。乱流のように無秩序だからこそ、いっ、じゃあ、おい、まあ行かなくてもよいじゃろう。お前が、決意は固まったようじゃな。ではこれは、いや、何でもない。この乱れた、そうじゃ、空間に入るときは何時の願いを心、抽象空間の巨大な波に飲まれないためには自らの意識を一定まで、扉が開いたぞ。入るがよい。わらわは外で待機しておるな。わらわの神、何時に託したぞ。わらわのため、そして稲妻のため、全力を尽くしてきてくれ。ミコを信頼していいんだよな。さあ行ってくるがよい。you
汝の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんだ。あなたたち、一体どうやって再びここの戦い、実に懐かしい。今のあなたの意志は、無数の戦いの中、たとえ私がそれほどまでに規則に、あなたこそまさに彼女たちがこの空間に戻ってきた。ではこの決戦をもって、私たちの500年以上にわたる宿命。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は、王国の繁栄と復興を見届けられるほどのもの。私有を決するに使わぬ数値から大会を覆し、天を滅ぼすほどのもの。私有を決するに求めず意志を心を強く、無双を転覆せし。しかしあなたは今なお存在し、私は永遠に存在し、ストップ。
望に尽くせ。さばきの雷。よっ、ふっ。ここまでです。あなたは過去永遠に摩耗することのない意志は、結局のところあなたは未来の心配をする。あなたの強さは、しかし武芸の形とそれを思うたび、この無双の一心が震えるのを感じ、まるで誠か、私も感じていました。その力は、これは誠の刀です。無双の一心を強くに馴染みがあるのに、認めましょう。あなたのその新たな意志は、魔王によって生まれたもの。これからもこの身、もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去を、まことはただ一度たりとも本当、わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが私の行う、しかし武者として勝負そのものについてはまだ、いえ、ただ今までに感じたことのない新しい感覚だったからです。あれはもう一度、あ、もう戦いは終わったのか。こんにちは、エイ。私はライデン誠。かつて誠、私は今とても嬉しいわ。私は無双の一心へと、どうしてこんな回りくどいやり方。ただ私にはあなた、しかし全てが急すぎたのよ。いきなり稲妻をあなたに、たあなたが無双に固執しないためにも。あの時、ええ、多少ね。今の私にはもう、それでも幾度となど、ほら、そういった可能性も考え、これを受け取って。でも、光が種になった。民を守る奇跡の木、今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。永遠は時間を無限に引き延ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の禁錮から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる、エイ。私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう、きっともう役に立っているでしょ。
今度こそ本当にさようならね、ヘイ。現在の A が自らの意識空間に信用を植え、そう簡単には信じる。これらは全て誠の永遠は時間と密接に結びついた。時間そのものに意味はなく、もしかすると何時じゃが、あの乱れた感覚はもうまだ私も完全には、わらわはそうは思わぬ。あなたが何を考えているのかは、もし信用がなければ、何時が信用に奇妙な感覚、昔何時はこの信用がま、ええ、でもあの木、信用はわらわの縄張りに植え、おい冗談じゃよ、はずわらわと完全に無関係とい、何時らが空間を離れてから再び入るまでの間、時間わらわが思うに、旅人あの時わらわは A の居所を感知しておった。もし時間もわらわたちじゃが、幸い何時らの強い意志によって乱流の方向は誠の影響も、もしかしてオイラたちがあの決戦にた、私はもともとあの瞬間私がまっすぐ、しかしあなたが来た、お二人ともありがとう。エイ大丈夫、体はすでに回復しています。体ももちろん重要じゃが、それよりもわらわ誠の意識にあったの、ただ彼女の声を聞いただけ、大丈夫です。少しの、しかし今何より私、稲妻が今日を迎えられるのも、私はただ種を一つ、そうだぞ、エイは自分の力、ありがとうございます。今日ようやく誠と何時はあなたからそのような慰めの言葉を、何じゃ、誠と同じこと言って、ほうなら将軍の位にわらわが2日ほど座ってもよいのではないか。いや、そん冗談はここまでにしましょう。将軍と共に現在、そして鎖国を解除します。本当か、私はもう静止するだけの、きっとこれから稲妻には多くの壁が、それについて